ホーン壊れてます。全国1億2000万人の軽トラファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はこの軽トラのクラクション、ホーンを交換したいと思います。何年前かな、多分買ってすぐ車高を上げた頃だったと思うんですが、交換してます。社外品に三つ葉の、まあ三つ葉電機有名ですよね、三つ葉のアルファホーンに交換してあるんですが、2つあるホーンのうちの、まあ、1個がなりません。あ、プープーって、もっといいね、パーって音がするんですけど、プープーとしかならないんですね。なので今日はそのホーンの交換をしたいと思います。前交換した時、まあ、キャリーはホーンは1個ですよね、純正は。それをまあ2つ、アルファホーン2つ来てますから、そのまあ2つに交換するにあたって、まあ分岐させたんですかね、プラスのこの電源、あのコードを。本来はリレーをかまして、まあ1つから2つにする場合はリレーをかまさなきゃいけないんですけど、まあ横着して、まあ面倒くさいですからね、あの1本をこの分岐させて2本にした記憶があります。まあその辺も今回はね、ちゃんときちんとつけたいと思います。それでは始めましょう。はい、外したのはこれですね、三つ葉のアルファ2コンパクト、まあ、こんな感じでステーを返して、まあ、つけてたんですが、まあ、どっちだったっけな、ならなくなっちゃったので、まあ、これは、まあ、バラすって言ってもね、こっちですね、こっちが、壊れちゃったんで、まあ、こっちは鳴ってるんで、こっちは取っときましょう、こっちは捨てちゃっていいかな。新しくつけるのはこれです。三つ葉のプラウドホーン、小型軽量抜群の取り付け性、いい感じですね、かっこいいです。そして今回はこちらですね、この、ハーネスセット、まあ、リレーがついてるタイプも、つけたいと思います。こちらの取説にも書いてあるんですが、純正ホーンが1つの場合は、必ずあのホーンハーネスセットを使ってください、まあ、リレーを返してくださいっていうことですね、まあ、これやらなくて、まあ、ダメだったと。あとここの板って外しちゃダメだったみたいですね。なんか思いっきり外してますよね。まあこういうのもね、ちゃんと守らないといけないと思います。それではやっていきましょう。
はい、できました。はい、抜直で電源を取ってます。そしてここでこれがヒューズですね。そしてリレーです。花粉が、リレーはこのようにバッテリーの横につけてます。そして配線はこのようになってます。エンジンルームの中を通しました。このライトとかのハーネスと同じように這わせて取り付けてあります。これが元々の、クラクションの配線ですね。アースはここから取ってます。そして、まあ、取り付け方は前と一緒ですね。こんな感じです。前から見るとこんな感じ。今度の方はね、黒なので目立たないですね。本当はね、白とかの方がかっこいいんですけどね。それでは試してみましょう。まずヒューズをつけないとダメですね。ヒューズ OK です。よし、牧場。それではまたねー。